世界を変えるのは常に変人です。今の時代に変な人だなって言ってた人が必ず世の中を変えてきます。君こそ世界を変える偉人になるチャンスがあります。イノベーションプロジェクトに参加してくれるみんな待っています。頑張ってください。イエス。